アビニョン教皇庁アビニョン補修とは、キリスト教のカトリックローマ教皇の座が、ローマからアビニョンに移されていた時期を指す。日本語では、アビニョン教皇と表記されることもある。古代のバビロン補修になぞらえ、教皇のバビロン補修とも呼ばれた。1303年に、フランス王フィリップ4世と教皇ボニファティウス8世の対立から、アナーニ事件が起こった。教皇は、この直後に病死。 これ以降、教皇は、フランス王の言いなりとなっていった。フランス人数奇教ベルトランド語が、教皇クレメンス五世になると、フィリップ四世の要請を受け、1308年に、教皇庁が、南フランスのアビニョンに移され、1309年に、クレメンス五世は、アビニョンに座章を定めた。アナーニ事件の事後処理のためのビエンヌ公会議の準備に、手間取る間に、 イタリアは神聖ローマ皇帝ハインリヒ七世によって侵略されたため、教皇はイタリアに帰れず、フランス国内に滞在せざるを得なかった。当時のアビニョンは、フランス王家、カペー家の領内ではなく、プロバンス伯領でナポリ王家である、アンジューシチリア家の所領であった。アビニョン補修期には、多くのフランス人数機教が新たに任命され、教皇はすべてフランス人である。 1348年、クレメンス6世はナポリ条件プロバンス城白ジョバンナからアビニョンを買収、教皇領に組み入れた。当時のアビニョンは田舎同然の地であり、教皇庁という巨大な官僚機構、すなわち数千もの新たな住民が流入したことは、地元のインフラにとって大きな負担となった。イタリア人の人文主義者ペトラルカがアビニョンに滞在しており、 クレメンス6世からは、聖職員や施設の地位を与えられたが、教皇庁の腐敗ぶりやローマを見捨てていることに、憤りを感じていた。教皇にたびたび、ローマ機関を訴え、死や書簡の中で、アビニョンを、西方のバビロンと呼んでいる。また、統治の状況についても、以下のように書き残している。現存する都市の中で、最も陰気で、人口過密で、 治安が悪く、世界の汚いものがすべて集まったゴミためのようだ。花が曲がりそうな悪臭に満ちた路地、いやらしい豚とうなり声を上げる犬、壁が揺れるほどの車輪の騒音、荷車一台で塞がれてしまう、曲がりくねった通り。これらに対する吐き気を催すほどの嫌悪感は、とても言葉にできない。あまりにも雑多な人種、見るも哀れな小じき、花持ちならない、金持ち連中。 およそ70年後の1377年、教皇グレゴリウス11世は、シエナのカタリナの助言により、ローマに戻り、アビニョン補修の期間は終わるが、グレゴリウス11世は、翌年に逝去した。ローマで新たに、教皇ウルバヌス6世が選出されるが、間もなく、フランス人数企業が選挙は無効だと宣言して、別に、教皇クレメンス7世を選出した。こうして、ローマと、 アビニョン共に教皇が並び立つシスマが起こる。1409年のピサ教会会議でシスマ解消が図られたが失敗し、3人の教皇が定立して教皇の権威は大きく揺らぎ、この分裂は1417年にコンスタンツ公会議でマルティヌス5世が選出されるまで続いた。岩波文庫、初官集 P221、国史病ペストの中世史、ジョン・ケリー著 野中邦子役、中央公論新社、2008年、P198。ありがとうございます。